GNU フェロゼネラルパブリックライセンスとはフリーソフトウェアのサーバーソフトウェアに適したソフトウェアライセンスである。時折非公式にはフェロライセンスとも呼ばれる。GPLV2 のコピーレフト条項が ASP では適用されない課題を解決するため2002年3月にフェロ、インクガーグプルブ1を策定し2007年11月19日にフリーソフトウェア財団が アグプルブさんを策定した。いずれも ASP でもコピーレフト条項が適用される強いコピーレフトライセンスである。アグプルブさんはフリーソフトウェア財団オープンソースイニシアティブデビアンプロジェクトの承認している信頼性の高いソフトウェアライセンスである。2000年 e ラーニングや e ビジネスのビジネスモデルを開発中だったヘンリープールはアムステルダムで リチャード・ストールマンと面会し、GPLV2 のアスプの抜け穴について話し合った。その後数ヶ月間、ストールマンとプールは問題の解決策を議論した。2001年、プールはウェブサービス企業、フェロ・インクを創設した。このため、フェロのコードを他の組織が使って派生ウェブサービスを立ち上げることを可能にするライセンスがすぐにも必要となった。この時、 プールは GPLV2 のアスプループホールを閉じる新たなライセンスについて助言を得るため、さらにフリーソフトウェア財団のブラッドリー・エム・クーンとエベン、モングレンに接触した。2002年2月後半頃、クーンは自身のソースコードを表示するプログラムの考え方に基づき GPLV2 に2説を補うことを示唆した。すなわち二次的著作物において対応する完全な ソースコードを提供するソースダウンロード機能の保持を求める条項である。クーンは GPLv2 の2説に基づいて下流の反布者や修正者に対して特定の機能の保持を要求するような要項の先例があると主張した。モグレント君は2説の案を作成しプールに提示しその目的での GPLv2 の派生ライセンスの公表を FSF が許可した。 2002年3月、フェロ、インクは、最初のフェロゼネラルパブリックライセンスを、フェロプロジェクトで使用するライセンスとして公表し、他のサス開発者がこのライセンスを自由に使えるように、した。FSF は、アグプルブ1の特殊条項を GPLv3 に加えることを検討したが、最終的には別のライセンスとすることを決定した。それは、GPLv3 と、ほとんど同一だが、 アグプルブ1の2説とよく似た条項を含んでいる。この新たなライセンスは GNU フェロゼネラルパブリックライセンスと命名され、アグプルブ1と歴史的に極めて密接に関連していることをその名で示した。GNU アグプルには GPL のバージョンと合わせるためバージョン番号3が付与されたため、現在の GNU フェロゼネラルパブリックライセンスは しばしばアグプルブ3と略記される。アグプルブ3の最終版は2007年11月19日、FSF が公表した。アグプルブ3を最初に採用したソフトウェアはステッドである。これは FSF がライセンスを策定する際に走行を公開して一般からコメントを求めるための Web アプリケーションソフトウェアであり、自身のライセンスを生み出すのに使われた唯一のソフトウェアと言われている。 アグプルは元になった GNU、GPL のバージョンとは異なり、コンピュータネットワーク上でのソフトウェアの使用についての条項を加えてある。その追加条項では、アグプルライセンスの著作物のネットワークユーザーに対して完全なソースコードを提供可能にしておくことを要求する。アグプルは以前から指摘されていた通常の GPL にある アプリケーションサービスプロバイダの抜け穴を閉じるよう設計された。すなわち GPL のソフトウェアを ASP で用いた場合にソフトウェアは単に利用されるだけで反復されるわけではなくコピーレフト情報が発動しないという問題を解決する。ただし AGPL であってもライセンス対象ソフトウェアがリモートでコンピュータネットワークを介し対話的にやり取りしていない場合は コピーレフト条項の適用について曖昧さが生じる。ライセンスされたソフトウェア本体をサービスとして提供する場合がこれにあたり、そのためマンゴドブは2018年ソフトウェア本体のサービス提供もコピーレフト適用の対象とする条項を加えた独自、ライセンスサーバーサイドパブリックライセンスに移行した。フェロ、インクが策定したバージョン1と フリーソフトウェア財団が策定したバージョン3がある。フリーソフトウェア財団は一般にネットワーク上で動作するソフトウェアについて GNU ワグプルブ3の適用を考慮することを推奨している。オープンソースイニシアティブはフナンブルからのライセンスレビュー依頼を受け2008年3月に GNU ワグプルブ3をオープンソースライセンスとして承認した。デビアンプロジェクトは 2008年に利用者からの質問に対して GNU アグプルブんがデビアンフリーソフトウェアガイドラインに適応するライセンスであるとコメントした。アグプルのどちらのバージョンもそれらのベースとなっている GNU GPL と同様強いコピーレフトライセンスである。FSF の判断によればアグプルブ1は2節を加えたことで両者は ほぼ似通っているライセンスにもかかわらず、GPLV2 と非互換になっている。すなわち、それら両方のライセンスのコンポーネントをまとめて、単一の著作物として反布することはできない。対照的に GPLV3 と AGPLV3 には相互に互換な節があり、両ライセンスは互換性がある。両方のライセンスの13節で、一方のライセンスで提供されているコードとも、 一方のライセンスで提供されているコードをリンクして一つの著作物とし、それを伝達すること、カンベイング上と、ハンプディストリビューションの言い換えが許されることが明記されている。ただし、それにもかかわらず、一方のライセンスを他方のライセンスで再ライセンスすることは許されない。このようにして、両方のライセンスのコピーレフトを緩めることで、 そのような組み合わせの反復を可能にしている。アグプルブ1から FSF のアグプルブ3へのアップグレードを可能にするため、フェロ・インクはフェロ・デネラル・パブリック・ライセンスバージョン2を発表した。これは純粋に移行のためのライセンスであり、アグプルブ1またはフェロ・インクが公開したそれ以降の任意のバージョンでライセンスしたソフトウェアの受領者は、そのソフトウェア、 または二次的著作物の反布をアグプルブ3で行うことができるというものである。ありがとうございます。